オリックス、小田裕也。オリックスは16日、小田裕也外野手34が今季限りで引退すると発表した。この日の試合前には、京セラドームを訪れ、関係者に挨拶した。九州学院校、東洋大、日本生命を経て2015年にドラフト8位で入団し、主に守備固めや代走として、通算680試合に出場。21年には自己最多の101試合に出場し、同年のロッテとのクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦では同点打を放ち、チーム25年ぶりの日本シリーズ進出に貢献した。今季は19試合の出場で打率231.0、本塁打0打点。7月14日に今季2度目の2軍降格をしてからは再昇格の機会はなかった。球団が発表した小田のコメント全文は以下の通り。今季をもちまして現役を引退させていただくことになりました。オリックスに入団して10年という長い間プレーすることができたのも、これまで出会った菅谷コーチ、トレーナーをはじめとした裏方さん、球団関係者の方々のご指導、お力添えがあったからこそだと思っています。そして苦楽を共にした最高のチームメイトにも恵まれたプロ野球生活でした。皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。そして両親や妻にも感謝しています。野球をやらせてくれたおかげで、たくさんの人に出会いました。家に帰ると、いい意味で野球を忘れさせてくれました。心が折れそうな時期もありましたが、家族が支えてくれたおかげで、ここまで頑張ってくることができました。本当にありがとう。最後に、ファンの皆さんへ、いい時ばかりじゃなく、むしろ悪い時の方が多かったと思います。それでもいつも変わらない、温かいご声援をありがとうございました。オリックスに来て本当に良かったです。皆さんの応援の力は、私自身はもちろん、チームの背中を確実に押してくれています。これからも、オリックスバファローズと小田裕也を変わらぬ思いで応援していただけたら嬉しいです。